こんにちは。聞こえますか？はい、メイトなつきです。はい、八ヶ岳からですね、いつもの場所から、はい、お送りしています。はい、皆様、お昼のね、お忙しい時にご参加いただきまして、ありがとうございます。そして今回は、エロアラさんの、ご講演にとりまして、無料オンラインセミナーということです。はい、能登半島地震におきまして、被害に遭われた皆様に本当に心よりお見舞いを申し上げます。そして犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対しては本当に深くお悔やみを申し上げます。被災地のね、皆様の安全と一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。はい、本当にね、年明け1月、私たちちょうど私の実家京都に帰省する最中だったんで、ね、そうそう、高速で岐阜県あたりを走ってる時に、ね、私が運転してたんです。あ、そうですね。はい、いつもありがとうございます。そんな時は、まあ、2人で交代で運転するんだけど、私が運転してて、そうそうね、してた、僕も運転するよ、しててね、ちょうど家族全員のスマホがね、ブイ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 、そう、何だっけ、緊急地震速報が全員になって、うちその子供たち2人持ってるから4つの携帯が、あ、ちなみに僕2台持ってた、5台になったんですよ。でもめっちゃうるさくて、何が起きたのって車運転したから分かんなかったんだね。ちょうどほとんど車いない、カーブか何かも走ってたから、何か起きたんだねって言って、それでニュースをちょっと見ると、なんかすごく大変なことになってるね。あ、でも状況わかんないまま、京都に進んでるけど大丈夫でしょうかと思いながら進んでたんだけど、あ、聞こえにくいですか？はい、どうでしょう。音声、もしよかったら手元もね、ちょっと大きくしていただいたらと思いますが、はい、そうで、関西、ちょうど岐阜、名古屋、愛知、岐阜あたりだったんで、関西の方に、そこから 1,2 時間ぐらいで関西、ちょうど滋賀県ぐらいに入ったぐらいかな、すっごい台数の消防車と、あとパトカーとすれ違った、何十台っていう、で高速道路で事故してもあんな数じゃないよねっていうことで、これは本当にただならぬことが起きてるなーっていうのをすごくあの時に感じたね。そうだね。本当に出動されてね、現地に向かわれる。そう、もうちょうど地震あって2時間後ぐらいだったかなと思うんだけど、もうその時から大阪方面、京都方面とかからもう山のような消防車たちが行って、本当にこう自分の無力さと、そして本当にそのね、被災地に行ってくださる皆さんに本当になんかもう心でエールを送りながら、ちょっと京都の方向に向かっていたんですが、本当にね、本当皆さん、もちろん被害に遭われた皆さんもそうだし、遭われていなくてもやっぱりニュースをね、今でもこう見るたびに本当になんとかならないものかと思ってしまいます。はい、今日ってそちらの方からつないでくださってる方もいらっしゃるんでしょうかね。能登半島というかね、そちらの西川県とかから来てる方もいらっしゃいますが、いたらもしよかったら教えてくださいね。新潟とかあっちの方でもね、あまりニュースには出ないけど被害でいらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃるみたいで、ね、皆さん本当に大丈夫でしたでしょうか。またね、で話していく中でコメントとかね、拾っていきたいなと思いますから、もしね、ご質問とか何か聞いてみたい方がありましたら、ぜひお気軽にチャット欄に書いていただいたら嬉しいです。はい、ね、皆さん聞こえにくかったりとかなんかありましたら書いてくださいね。はい、よろしくお願いします。金沢からです。あ、金沢からですか。本当大丈夫でしたかね。ね、よかった。こうやってね、お話ができて。向こうの方も本当にね、すごく揺れたと思いますしね。あ、皆様、あ、こんにちは、こんにちは。あ、小松から。小松から、本当、空港があると。そうですね。なつきよく知ってる。よく知ってます。小松基地。本当、今動いてるのかしら。あ、これ動いてる。あ、能登空港すら再開してるんだからさ。そうだ。すいません、空港。少し宇宙じゃなくてさ、地球のことも見ない。わかんないよ。それはなつきだから、あんて使ってる。すいません、宇宙ばっかりで、うちの奥様はね。いやいや、飛行機ばっかりです。すいません、飛行機ばっかりでね。ねえ、昨年5月4日5日のツインデーセミナーに参加されていたが、能とか石川方面から来られていた記憶があり心配しています。本当にご無事になっています。そうよね、うん、そうね、石川方面からいらっしゃってる方いらっしゃった、うん、金沢とかもねあったかなと思います。うんうんうん、そう去年の5月4日5日も地震があったんだよね。あ、そうだっけ。この5日の夕方に、それも向こうの方で、そう新潟かどちらかであって、そうなのそうなの、ね。はい、こんにちは、よろしくお願いします。瞑想の機会はありがとうございます。もちろんです。はい、あ、小松空港近くなので、すごい戦時中のような飛行機飛んできました。まあ今あそこからね、能登に物資が行ってるからね、小松からね。あ、そっかそっか、ちょっとね賑やかになりますよね。ね、あ、皆様よろしくお願いします。ね、こんなね、茨城県の方からもいらっしゃいますね。こうやってオンラインだとさ、全国各地の方とねつながれて嬉しいよね。なかなかね最近その YouTube ライブもなかなかできずにいて、やっとこうやって皆さんとオンラインでつながれて嬉しいんですけど、今日さカード引いてくれるんでしょ。はい、今日カードを引きながらねやっていきたい。皆さんになんかいろんなメッセージをお伝えしたいなと思って。声が聞こえます。ゴーと機械音が聞こえます。機械音。じゃあストーブちょっと失礼します。話すね。すごいストーブの音が入るね。ちょっと待ってね。今ね見て。ここ見えない。薪ストーブが、ほら薪ストーブついてる。じゃあ薪ストーブね。ストーブ消したら薪ストーブ。薪入れてもらいましょう。入れます。これで聞こえやすくなったかな。そうこうやってね、夏希が薪を入れてくれます。あ、福島県福島市から ありがとうございます。そう薪はね、自動で入んないからね。手動。そう八ヶ岳ね、部屋まで氷点下になっちゃうんだよ。この建物古いんで。はい、滋賀県出身で先週兵庫へ引っ越しました。震災の時滋賀も揺れて心配でした。そうね、そうだと思います。埼玉ですって、薪ストーブいいですねって、札幌から参加しています。そう薪ストーブいいんですよ、ね、福島でね震災を経験しており、とても心が痛かったです。ね、本当皆様が早く暖かく過ごせる環境になりますように。いや本当にそうですよね。一番寒いね、本当に厳しい時期で、本当に北陸の寒さはすごい寒いですね。あとでもそこの場にいなくてもやっぱり映像を見てるとね、心がやっぱり傷ついちゃうんで、いっぱいのいろんな人がね自分はやっぱり傷ついてるってことを知っていただいて、癒していただいて、やっぱ無力感とかさ、ボランティアに行かなきゃいけないんじゃないかいっぱい思うわけですよ。僕も3・11の時にね炊き出しとかやったけどさ、あんまり考えすぎると辛くなってしまいますからね。今日はこの回でね癒してもらって、本当にやっぱ皆さんが安心できないと、もう世界も安心できないし、宇宙も安心できないしね、本当に頭で考えても分かんないと思うわけ。こういう事態になったらもう本当目の前のことにさ取り組むしかないし、でも私の感覚ではやっぱ宇宙は必ずいい方向へ引っ張ってくれるだろうなって思うんです。ゴーが消えたかと思うんですけど、はい、今ブルーヒーター黙りました。はい、夏希がねカード引いてくれた。今日のテーマをと思ってね来ました。これですね。可愛いですね。27番インナーバターアバンダンスですね。アバンダンス、無限の豊かさですね。こんなかやっぱりいろんなね、そういろんなものがね今生まれてるんだよね、きっとこうやってシューってね。でそれが胸の中に入れていくんですけど、どれを入れていくか今日皆さんはね選ぶ力があるから、それを今日皆さん思い出して自分の欲しいものをちゃんと選んでいかれましょう。そうね、本当にさ、好きなものを選んでいいし、全責任を自分で負わなくてもきっとね、私たちにつながっていらっしゃる方って皆さんお優しいわけだから、なんかねひどい状況を見た時になんかねこう自分の責任のように背負ってしまう方すごく多いと思うんですよ。でもまずあなたが癒されて、そしてこう光をね一個一個こう入れていくっていうことがすごく大事ですし、私も、ね、一緒に皆さんと一緒にですね、光をこう広げていきたいなって、愛と安心を広げていきたいなってすごくね、思っています。そうだね、アトランタから見てください、これよ。わお。Hello。すごいね、ありがたいです。ありがたいですね。ね、本当に、あ、ドイツかな。全国ね、全国じゃないね、そうね、世界ね。世界中だね。帰国中は新潟にいて、あ、地震を経験しね。日本人はこんな恐怖に常にさらされているのかと、いたたまれない思いになりました。私のできることを一つやっていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。そうですよね、本当にそう思います。ね、私も怖がりなんで、すごい怖がりで、本当はね、地震ダメだったんだよね。全然ダメですね。本当にもうちょっと揺れただけで、もう家飛び出してしまう。こんなになっちゃって固まっちゃうんで、慌てて大丈夫よってやりに行くのが僕の仕事だったんですけど。いや、そうでもね、やっぱりそのまあね、被害はもちろんあるんだけど、何か私たちの心までも動かしてくれるし、なんかはってこう目覚めさせてくれるものでもなるよねと思います。逆に平安盛だとやっぱりこの玉を見に行かないのかもしれないよね。そうね。昨日と同じ明日と同じ明後日だと考えないけど、やっぱり。こういう出来事だと私は何が欲しいんだろう、どこへ行きたいんだろうって考える機会でもありますし、今日こそこであなたの玉を選んでいただきたいなと思います。そうですね、本当にそうこういうことがないと本当に私たち、そのもう特に日本はそうかなと思うんですけど、安心、安全、そうなんだよね。基本ね、結構そのすごい環境じゃない、世界屈指だと思う。世界でもこんなに安全で、こんなに、まあ、特に安全だよね。まず財布が返ってくる国は日本だけですから、財布落として。そう、カバンもね、私もあるよ。スーパーのさ、カートにさ、カバンを引っ掛けてた、そのまま帰ってきたでしょ。で、うわ、カバン持ってないって家帰って気がついて、慌ててスーパーに戻ったら、そのまま引っかかってた。カートにカバンが。よかったです。本当と思って。奥様みたいなね。そうやったことありました。まあでもそういう僕もさ、40万円引き出してさ、そのキャッシュ ATM の上に置いてさ、キャッシュカードだけしまって帰ってきたことあるから。あるよね。本当にね、あの時は逆らって死ぬかと思ったよね。そうなんです。でも帰ってきたからね。すごかった。そうなんです。なのでそのね、もちろん被害に遭われた方は今ご自身の身の安全を一番に考えていただいて、そして安全だった私たちは本当にこのまず。自分が安心して、そしてそれを光としてこう届けていけるようにですね、やっていけたらいいなと思います。あ、なんか皆さんね、いっぱい書いてくれてね、ありがとうございます。ね、大きな揺れの後ぐっと落ちて自分の大きな恐れと向き合うことになりましたってことだね。ね、そしてもう覚悟決め、やるしかねえじゃろうってなりましたが、あ、いいね。携帯のアラームなると喧嘩が飛び出します。そりゃそうだよね。怖すぎて、そうね。いやもうでもそれでいいんじゃない。もうやっぱパッと反応できる、動けるってすごく大事だし、やっぱり私たちツインデーのこともお話ししてるけど。本能なんだよね。誰かを好き、この人だと思うのも本能だし、やっぱりこう携帯の音聞いてパッて反応できるっていうのも生きなきゃっていう本能だと思う。なんかやっぱそこを動かしてくれたなってこう思います。本当に生きるにはどうしたらいいって生きている私たちは常にやっぱりそこと隣り合わせでいるし、その分ね、いろんなストレスもたくさんありますけれど、今何よりも素晴らしいのはですよ、こうやって皆さんとつながれるってことだと思う。これがさ、本当に例えば縄文時代とかもっと前だったりすると、いやでもさ、この起きてる地域と起きてない地域はもう多分全然違う暮らしをしてるじゃない。情報も伝わらないし、でもこうやってただ悲しい、地域の人が悲しいだけど終わっていたかもしれないけど、みんなで悲しみもこう喜びも光もみんなで共有できるってすごい世界がやってきたなと思うわけ。そうだね、やっぱりね、うちはつながってるからね、僕たちの今日ね、今すごいいいこと、安全だった私たちは光を届けるって、光届くと思うのね。今日のこの光がね、能登の方に届きますようにと祈りながらやっていきたいね。はい、そうですね。じゃあですね、まずちょっとゆっくり瞑想に入って、で瞑想の後にちょっと光を届けるワークをね、しようかなと思います。はい、じゃあですね、ちょっと宇宙語の私の声の音なんだけど、ちょっと今流してみるので、皆さん声が聞こえるかどうか。はい、これで私の声は聞こえますか、皆様。うるさくない？どうでしょう？あ、手挙げてくれてますね。聞こえる？聞こえる？あ、大丈夫？オッケー。あ、よかった。目奥ゆかしい。そう、いえいえ。オッケーですね。オッケーです。はい、オッケーです。じゃあこれで瞑想に入っていきたいと思いますので、はい、皆様ですね、お好きな体勢で、皆さん見えてないので、どうか転がっていただいても、寝ても大丈夫です。皆さんのお好きな体勢に入っていただいて大丈夫です。はい、よろしいでしょうか。それではですね、軽く目を閉じていただいて。ゆっくりと深呼吸をしていきましょう。Teman nafas sedikit hamba teruskan. Ikatlah nafas sedikit pelan pelan, naiklah nafas sedikit sini, nafas open, nafas. ゆっくりと息を吐きながら、体の力を抜いていきましょう。Ihr Herz verfestigt, ihr Glauben Glauben verfestigt, Schutz verfestigt. Alle Glauben verfestigt, ihr Glauben verfestigt. Atama から後頭部、肩、おでこから鼻、目、頬、顎まで。息を吐きながらゆっくりゆっくりと体の力を緩めていきましょう。夢パーパースレイ。アギャラパーパースレイケシティトーメフェスティデイトーメグラム。アヤフェスラペデフェスティシティトーメフェスティシ。首から肩、背中、胸、腰からお腹。息を吐きながらゆっくりと体の力を緩めていきましょう。You have now perfected love, perfected the time, perfected. Again, the perfected expression, and it feels love, perfected the time, perfection. Again, perfected speed.お尻から太もも、膝から足先まで息を吐きながらゆっくりと体の力を緩めていきます。腕から肘、そして手のひら、手の先まで息を吐きながらゆっくりと足の先まで意識を持っていきましょう。Your heart vibrates from within. それから意識を足先から地球の中へと息を吐くごとに入れていきましょう。アメスラフェスティラフメフェスティシティトーフェスティデイトーメフェラフェスティ अज्ञात है पर फिर से超分な不備。息を吐くことにどんどん地球の中へと入っていきます。池とめしらふせりし、あれとふせりとめふせりしりとめふせりで、あげあらふせりしやめふせらふせりだ、あげあらめふせり。息を吐くごとにどんどん地球の中へと入っていきます。ゆはとふせりしょふせりのふぱん。あれはフェファフェセディシーとフェフェセディレあれファフェセディスファフェセディファフェセディ地球の中にホールがあります。そこに着いたら大きく深呼吸を3回繰り返していきましょう。ゆはとぶせりしょぶせりすびぼめぴ。あきゃねぶぶせりちょぶぶぶせりすぎでとぶせりでぶぶせりすぎの。ゆけぶしょぶせりすぎちょぶぶせりすぎと。あれべぶぶせりすぎちょぶめぶしょぶせり。地球のホールに見渡してみると。たくさんの扉が見えてきます。その中で一つ、あなたにサインを送っている扉があります。光っているかもしれません。明らかに違う姿をしているかもしれません。そして扉じゃないかもしれません。見つかりましたか？その扉はあなたを包んでくれる。宇宙のエネルギーがある扉です。さあ、扉に手をかけて中に入っていきましょう。You get from the city, from the fish of the city, from the city. You get from the rock, you get from the city, top, make it love, professor, you get professor, the city, top, and best rock. I did from the shop, the city, see. 扉の中はどんな感じがしますか？You can't fish for the city top people. You need for the city top people. 暖かいですか？ You can't fish for the city top people. 光がありますか？You get paid for the city love. I made for city, city top is short. You see the love is real. 何かが見えますか？ You face off is rough as city, city long for face rocket it to. I need for the city naked love for city, city is a wrong.めぬめすてパプセリシあげあつパプセリシ誰かがいますか？いけべパプセリあめあれパプセリトラプセリシでちょんあれトラプセ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 リネコパプセラケティフィム عليك فرسترا تقدر فرستي دي فرستي وبيا فرسترا أجاد فرسترا تقدر فرستي. あなたの一番安心できる場所、深呼吸をしながらそのエネルギーをあなたの中に蓄えていってください。Again, prophecy, trauma, prophecy. Again, no prophecy, city trauma, city. You get prophecy, prophecy, make it sweet with prominent love. And it fades out, prophecy, city, gap, prophecy. あなたの中にはいつでも輝く光の魂が入っています。それはずっと輝いたままあなたの中にずっと存在してくれています。Ihr hat getroffen, seht ihr? Mir fehlt es. あなたは無限のエネルギーと無限の豊かさをあなたの中から作っていくことができるんです。Ihr geht verständlich nach verstanden gesehen.You had 12% goes from my tissue. I did 12% exceed the top. If he said the top, my face. あなたの輝きは唯一無二のもの。宇宙の中でただ一つ、個性あふれる光なのです。You get prophecy now. I get prophecy love free. You get prophecy from me. He said it's from me. You get prophecy. It's happened from you. Prophecy then. A late prophecy. さあ、さらにその空間に心も体も身を委ねていきましょう。I need proper setting up with proper surname. You get prepared setting up for power at the comfort city. 呼吸をすればするほどあなたは癒されていきます。満たされていきます。I need proper self. You can't pay proper setting.No prophecy is said for prophecy. I made prophecy is taken that twice or two. You can't find no prophecy is taken too. You can't say that you said prophecy is said in prophecy. You have a said to see.あなたの輝いている魂をぎゅっと抱きしめていきましょう。I need to prophecy, so I'm everything. I'm everything. I need to prophecy, city top is not very popular. Get up prophecy, city top is city sea. And your prophecy, city top is prophecy. Your prophecy drop and nap is prophecy, get up and make it up.I did prophecy, get property. You may have a home, I like property, come back up. هروح أساعدك الحب. بدأت تفهم. بقيت أفهم لهاللعبة بالسلاسل.深く呼吸をすればするほど、あなたは癒されていきます。Med flagran i alla förfästelser de tar med rum, och alla förfästelser de tar med nöd. I kan förstås det från, och alla förstås det det från med glädje från, och det förstås det från, och ni förstås det från. Med fälla förstår försäljning tid och försäljning av försäljningssidan. Agar tror försäljningssyd för försäljning. Vi kan förstå med försäljning från försäljningen av. Vi kan för försäljning från med fälla försäljningssidan. イメージが動いていく方はそのまま見ていってください。あでトラフェセディスイディトラフェトラフェセディネイヨフェセディスイディトラフェセディスいろんな思いが出てくる方もそのまま流していきましょう。あでトラフェセディスイディトラフェセディスイディトラフェセディトラ。あなたは完全なリズムの中に存在しています。Get up now, Fishbin. You have a city job. あなたの流れこそ素晴らしい豊かさの流れにあるんです。Get up, Professor. You have a city job, a city job, a city job.ففي طعم فسادي طعم فرفسي فسرة. それではそのままイメージの中で両手を出してみてください。あれはフェスラー的スファンメイクラフェスロン。あなたの手の中に。光のエネルギーが集まってきます。あれ、プロフェッサーでトップシー、あめフェッサーでソンマフェッサーでヘプロフェッサーで、あなたを勇気づけてくれる。人として生きていく中、勇気づけてくれる光のエネルギーです。あめフェッサーでプロフェッサーでどんどんあなたの手のひらに集まってきます。あなたはそのエネルギーを持って帰ることができます。それではそのエネルギーを胸の中にしまって、元来た道を帰っていきましょう。あなたはいつでも湧き起こる光を体験することができます。あなたさあ、扉の方へ向かっていきましょう。扉を開けて地球の中心へと入っていきます。جواز فسادی لغو ما که سیدی تو مفسی، آنها فسادی لغو فساد فسادی سیدی فساد فسادی سیدی ناو فسادی سیدی دام. 地球のホールで大きく3回深呼吸を繰り返してください。Very strong, very close. Maybe love is free, so get love is free. Again, profit strong, it's steady, that hope is steady. それでは次の呼吸で地球の外へとエネルギーを動かしていきましょう。地球を越えてあなたのボディへと意識を戻していきます。Adit found with Sedic Strop as Sedic Strop at Sedic. They were at now prepared. Nave is start to get fancy. 息を吐くごとに地球を上に上がっていってあなたのボディへと入ります。They were for Sedic Strop as Strop as Sedic Down. 意識があなたのボディへと戻ったら大きく深呼吸をしてあなたのボディを感じていきましょう。はい、皆さんのタイミングで目を開けてゆっくりと体を動かしていってください。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。あちあち、体温上がったよ。薪ストーブ上がったけど、体温が上がった。本当にありがとうございます。瞑想ね、入れる方、入れない方、いろいろいらっしゃったと思います。入れなくても、入れなかったじゃなくて、きっとね、意識はその間つながってますからね。安心されたら。いいと思います。初めてやりました方もいるね。気持ちよかったです。ほら、あったかく、本当に暖かくなりました。ほらほら、ほら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 、薪ストーブだけじゃないよ。あ、本当。たくさん見えたの？あ、ポカポカしてきた。ほらほら、ね、ポカポカするよね。ポカポカするよね。毎回心配なんで。大丈夫かなみんなと思いながら。良かったですって。見えてないから。まあそうだよね。そうだよね。いつもね、リアルだとさ、状況を見ながらね、できる。マザーツリーに会いました。暑いですだって。ほら暑いよな。マジで。これはもう高校ですと。本当に泣きそうになりました。本当ポカポカです。寝ちゃいました。素晴らしい素晴らしい。いいのよ、緩んでるってことだからね。本当よかった。白龍が出てきました。おお、すごいですね。飼っているウサギたちもリラックスしています。やっぱ動物もこのね、宇宙語の歌は素晴らしいよね。いい香りが漂ってました。香り系多いよね、反応される方ね。嗅覚ってね、頭につながってるからね。優しいお顔をしたメイさんに会いました。あ、本当ですか。よかった、優しい顔してて。僕は時々怖い顔見てますけどね。前世を見た気がしました。わ、すごいね。涙出てきました。扉の中にオーロラが。あれ、皆さんの感性が素晴らしいこと。誰か連れて帰ってきてしまいました。誰。なんだろうね。素晴らしいです。ぽっかぽかです。おいくがいたった一つ黄色く、白く光る扉に入ることができました。扉がツインレイでした。面白いね。途中から入ったけど、引っ込まれて光と繋いで涙がいっぱい出てきました。本当よかったね。扉の前にりゅうちゃんがここだよって教えてくれました。わあ、すごい。ポカポカしました。紫色の光を感じました。チョコレートの甘い香りがしました。皆さんの感性が素晴らしいこと。私が感動しちゃったよね。でも素晴らしいよね。本当に、いや本当に、いや皆さんの感性がすごいですね。やっぱりね、ほらね、癒しを送ろうという人は今日集まってるからさ、やっぱりそういう人たちの見えるものは違うんだよね。きっとね。知らない男性が立ってました。すごいドキドキですね。扉に M と書いてありました。行った先にツインレイと訪ねていました。マジですごいね。焦っていた頃に安定が戻ってきましただって。よかった。本当に。ちなみにね、今のこの瞑想にメッセージをって頼んで弾いたらニューサイクルですね。新しいサイクルが皆さん始まっています。いや、この絵あったかいね。ほら、わー優しい絵ですね。両手からね、そう、あなたのエネルギーが今世界にね、そう流れ出してるんですよね、この愛のね、ピンクのエネルギーがね。だからさ、今これね、コメントくださった方、皆さんなんかすごいことになってるじゃない。やっぱみんななんかつながってるんだろうなってすごく思う。だから今同じ意識にみんなでこう入って、かなり大きな光に、だからこれ自分より大きい枠になってるけど、今もう多分見えていないけど、皆さんもう家外飛び出してますからね、エネルギーね。もう地球包んでるんじゃないかと。そうだね、みんなで手をつないで地球をね、ぐるって一周したかもしれないね、被災地もね。すごいね。いや、この絵すごいね。ね、すごいいいじゃない。これが出るんだと思ってびっくりしたよね。翼のようにも見えるし、手のようにも見えるし、いろんなものが見えるけどね。やっぱポカポカしてるってね、すごい。でもあとね、しなくても涙が出ましたとかね、心がすごい動いてる方もいらっしゃって、素晴らしいよね。僕も薪ストーブが見えたんだよね。薪ストーブ見えた。そう、だからみんながね、こうやって愛をさ、薪として愛をついていくと、みんなに広がるわけですよ。一人だけあったかいんじゃなくて、こういうものがなんかそういう宇宙の仕組みだなと思って、今日よりね、300以上の方がね、愛の薪を宇宙ストーブに入れてくれてるんだなって。宇宙ストーブいいね。宇宙ストーブね。そのカードの色と同じような美しい光の世界に来ました。本当、こうやつかな、こうやつかな、どうやつかな。ね、これ素敵だよね。このね、なりさんのカードすごい素敵だよね。ああ、そうなんだ、よかったですね。何が見えたの、他には。扉開けたら、なんかちっちゃい座って、そこに座った瞬間、わーって周囲にね、人がいたの。俺の話を聞きたい人が集まってくるんだよ。なんて奇特な人だろうと思って、ありがたいわーと思って。イメージの中で人が来たの。そう。そしてストーブが見えたの、次にね。薪ストーブ。そう、あ、こういうことなんだな。薪を入れておくんだよね。入れ続けないとやっぱり冷たくなっちゃうから、ストーブはさ、注ぎ続けようって。そう思いました。そうなんだ、薪ストーブって。というわけで薪入れてきます。確かにこれさ。ずっと入れ続けないとさ、すごい冷えちゃうんですよ。で、薪を入れとくと、夜消えても建物中があったかいんだよね。なんかやっぱさ、私たちってこう光をやっぱ届け続けることもできるし、あとこうずっとやっぱそこに意識を向けてあげることで、何か変わっていくってこともあるんだろうなってね。今なんか夏希の話聞いてて思うけど、やっぱくべ続けないといけないんだね。あったかいとね、すぐ燃えるわけですよ。冷たいストーブで火つけるのものすごい大変なんで、今この愛をね、出そうっていう気のある人たちはやっぱり今のように続けてくださることで、どんどん宇宙があったかくなっていくよって。すごい。じゃあこれはちょっと私さ、光をね、集めるワークどうしようかなと思ったんだけど、光の薪ストーブに入れ続けると、光がこう拡散していくようなイメージワークがいいなって今さ、やっぱりイメージが湧いてきたんで、ちょっとね、やりたいと思います。じゃあですね、皆さん手をね、こうやってやってください。で、ちょっとこう間こう向き合わせると、なんとなくエネルギー感じると思う。で、呼吸をしながら息を吐くごとに、まずここのね、あなたのエネルギーボールの中に薪をくべるように、呼吸を入れながらここに光をためていってください。手の間にね、息を吐くごとに薪をくべるように光を手の間に込めていきましょう。息を吐くごとに、あなたの手の中にある光が大きくなっていきます。さらに息を吐くごとに、どんどん光が強くなっていくのを感じてください。手がどんどん間が大きくなっていく人もいるかもしれません。そのままその手の動きに任せていってください。I need for facility C to 私は大きくなってきた。I made for facility from facility C to facility C。 あなたの呼吸がどんどん光の巻となってあなたの手の中に集まってきます。I need for facility from facility C to facility I need for facility C I need for facility from facility from facility to make for from facility C to facility C。 あなたのパワフルなエネルギーがここに集まってきています。あなたのさらにエネルギーを込めていきましょう。あなたのそれではそのエネルギーを先ほど瞑想でいきました地球のホールへ届けてください。下に落としていって、はい、地球の中心へ集まるイメージを持ちましょう。あなたの手から離れ、どんどん地球の中へと入っていきます。あなたの手から地球の中心のホールへと光が、みんなの光の巻が集まっていくのです。アメトロフェセディトロフェセディProphecy now. You can prophesy the prophecy the promising name. I do prophesy the prophecy. 宇宙の中心のホールは光で包まれています。I made prophecy. みんなの光がそこに集まっています。I read prophecy. City told me face of name prophecy.それを感じてみてください。あなたの光も混じり、すべての人の光が地球の中心に集まっています。その光は地球からどんどん湧き出して地球全体を覆っていくでしょう。この光の巻はくべ続けられる。そう心の中で唱えておいてください。そしてすべての人が光に包まれ、地球すべての人たちが光に包まれていく。そんなイメージを持っていきましょう。はい、では深呼吸をしてご自身へと戻っていきます。はい、ありがとうございました。はい、なんかね、すごい私自身はすごいグラウディングしたような気がしたっていうか、なんか今やったことによって、なんかものすごい地球に対する、信頼と安心感ができた感じがする。どうだった？まあでもいや本当手が大きくなるからさ、これいいのかなと思ったら手が大きくなる人はいるかもしれませんが、よかったよかったと思ってやったけど、本当にだんだんビリビリ大きくなってた。そうなの。であとそっかすごいなんかやっぱり落ち着いた。どっちかっていうとゴタ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 してるタイプだけどさ、スーッとなんか本当にあこれがグラウディングって感じかなって。ねいろいろね反応感じていらっしゃる方もいるね。ビリビリ足の裏からって感じてる方もいるよね。同じです。ホールの中心の光はとても綺麗。そうだよね。僕も黄金の色こんな色のがねこんな色のが見えたこんな色のが。あ本当。手がジンジンしてきました。そうだね。細いのや太い光が強い淡い細かな光を放つ巻ね。黄金の巻っていいね。初めてなんかイメージしたけどすごい素敵だった。いやこれは夏木がねビジョンをねくれました。よかったです。感謝が湧いてきたとか、うん、安心感 すごく今日は行きましたね。なりました。ゴールの光とともに、ね、地球が大丈夫なんだってなんか安心で、うんうん、私もそうだったの。いいねそれね。うん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 。ね、これを地球の80億人全員がやったらどうなるんだろうと。いやこれはすごいね。やばいよね。やばいね。でもさ、もうやってるって決めていいかなって私は思ったの。うんうんうん、だからなんかくべている時だけしか光らないんじゃなくて、もうこれはずっと私たちデフォルトで普通にやってるって設定するとなんか自然に入っていくかなって気がね。したんだよね。私も光になれるんだと感動しました。そうですよ。そうですよ。そう、皆さんが光だからね。いや、そうなんだよね。みんな宇宙ストーブだからね。そうなの、そうなの、本当に。だからね、最初の瞑想でも、うん、皆さん魂が素晴らしい光なんだってね、うん、言ってたんですけど、うん、本当にそうだし、うん、皆さんお一人お一人が本当に素晴らしい光の存在だし、ね、そうなんか。こうやってさ、みんなで光の薪をくべに行くってさ、うん、やっぱなんか、いや今日今回今さ、初めてやったんだけど、そうだね、薪に切り替えたからね。そう、うん、もうちょっとね普通かなって言うけど、やっぱ薪ストーブって来たから合作です。そう、実は直前までさ、うん、何をやるかってイメージがなかったんで、ちゃんと宇宙は送ってくるんですね。そうだね。手が大きくなっていって、普段振ってだんだん大きくなりました。うんうん。風船みたいだ。そう、風船みたいな感じでしたよね。地球のホール、うんうん、最初は青白かったように黄金の光が入っていきました。うん、最後は白い光に縛りました。うん、素敵なイメージだね。素晴らしいですね。本当にね、素晴らしい。うんうん、皆さんで薪をくべ続けていこう。そうですね。うん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 、ね、地球の中心にあちこちから光が集まってきて、うんうんうん、炎のようなすごい勢いで地球とすべての人の心に光が入っていくような感じでした。うんうん、あった。よかったです。あ、なんか面白い人もいるよ。今日は大木をくべてしまい途中で割らなきゃってなりましたが、地球を受けてくれました。大丈夫、大木でも。地球だからね。地球だからね。何でも OK。大木っていいね。ねえ、メイさん、夏希さんの目が瞑想前より大きくなってるだって。本当、あら嬉しいね。いやでも瞑想ってさ、うん、目が開くんだよ。そうなんだ。うんうんうん、いやそう家。うん、ね、うん、目が開くし、うんうんうん、感覚が立つ。だから私も実際ねリアルの会場で瞑想をやってると、うんうん、だんだん本当皆さんの顔が変わってくるのがすごいよくわかります。うん、そうか。そうやっぱりさ、うん、何かこう、うん、ねうん、安心する世界に入ると、うんうん、なんか顔が変わるのかもしれないね。そうだね。そうだね。うんでそれがまた伝わってって、うんうん、いろんな人のところへ行って、ね、被災地の方にも届くと思うのでね、いやいい体験をしました。いや、うん、本当ですね。いやこれは本当皆さんのおかげで、うん、なんかこう動かされたっていう感じがあったんですけど、ね、その場所っていうことよりも地球の中心に光を入れた方が、うん、多分皆さんが安心できるかなって思ったんですけれど、ね運転中ですよ。あ、大丈夫ですか？瞑想。そう目つぶらないでね。目つぶらないでね。目開いてもっと大丈夫かと思い大丈夫ですか？あ、でも運転中ですってコメント入ってるってことは大丈夫だね。アポなのね。頑張って。頑張って。頑張って。ねえ。いやね、あ、本当に優しい気持ちになりました。光の薪ストーブとっても暖かく。大きく素晴らしかったです。呼吸がゆっくりと大きくなって気持ちが落ち着いています。メイさん、ナキさん、さらに輝いてみました。ありがとうございます。よかったです。あ、そうね。皆さんの目が開いたのかもね。皆さんも開いた。僕らも開いたしね。そうね。そうね。そうそう。みんな同じだと思う。鏡見てないからさ。そうね。きっと皆さんもする前とした後と今、うん、目線が違うと思います。うん、だって地球の中に行くとか思ってなかったと思うし、光の薪をねくべるとか思ってなかった。私も始めるもん思ってなかったからさ。そうだね。あ、ほらデイサービスで集団瞑想を誘導しましたら皆さん素晴らしい光を放ち若返ったのを思い出しましたって。え、素晴らしいですね。うん、デイサービスで集団瞑想って素晴らしいな。うんうん、見てみたいですね。私もそんな機会あったら。素晴らしいお仕事されてますね。いや、そう、そう瞑想した後とか、うん、光の体験をするとね、やっぱ若返るっていうか、うんうん、なんかほら魂って年齢ないからさ、なんか本当の自分にこうアクセスすると、わってこうね、やっぱりこう開く感じあると思います。でも明細みたいにうまくないです。いやでも十分光の存在なら若返っていらっしゃったらもうそれで素晴らしいことだと思います。みーさん、なつきさんと YouTube と全く変わらないんですけど、すいません、裏表なさすぎてですね、私たちはいつも同じだって言われますね。わーじゃなくて同じだ。そう初めて会うとね、この間さ、関係ないですけどメガネを作りに行ったの。今作ってるところ、命グラスっていう素晴らしいメガネがあって、でそれをちょっと作りに行った時に私の動画見てくださって、そう、まさかだね。でそのまんまだって言われたね。もうね、変わらないんですね。そうね、本当に。本当そのまんま過ぎてすいませんって感じ。本当だね。そう作れないよね。ね。あ、家にも昔白菜さん500ありました。白菜さん可愛くて好きでした。後ろの花が気になってます。あ、チューリップ。そう、チューリップがさ、寒くてさ、下向くんだよね。そうなの。枯れてるんじゃないんだけど、寒すぎてだんだんこう。チューリップは下に向く、ストックは上に向くでさ、どうしても顔を上げたくないらしくって困ったなと思いながら、ちょっとピンクがあったらいいかなと置いてるんだけど、気になっちゃいますね。そうなの、寒すぎてね。今ほら地球に向かってんだ、地球に向かってんだ。あ、そっか、地球に向かってね、エネルギーを。それでそれがストックがビューってばらまいてんだよね。そう、連携してます。そう、おじ、そうね、お辞儀するよね。ハート背中ポカポカです。ね、よかったです。ありがとうございます。いやなんかあっという間ですね。いやあっという間の1時間、瞑想したらさ、早いよね。早いね。あっという間に過ぎちゃうの。でもなんか今日本当にね、皆さんからつながらせていただいて、私も本当にすごい豊かな時間だった。わ、真夏のニュージーランドから参加させていただきました。暖かかった。すみません、暑くしちゃった。ありがとうございます。ニュージーランド今夏だもんね、逆だからね。いいですね、暖かいの羨ましいです。今2人の間にオーブが落ちてきたと。そう、ここよく通るんだよね。時々言われるよね。いや本当にね、いや今日やれてよかったと思います。本当になんかその光の巻、なんかいつでもできると思うし、なんか苦しくなったらやりに行ってもいいよねって思うよね。ぜひね皆さん、今やった瞑想法はまたご自身でもやることができますし、でこの動画はアーカイブで普通に癒しフェアさんの YouTube の方にアップされます。そちらご覧いただくと、また今日のアーカイブそのまま無料で YouTube なんで無料でね拝見することができますので、もしよかったらちょっとつながりたいなっていう時にはぜひご活用ください、この動画。はい。ね、今日はもうそろそろですね。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。はい。またね皆さんお会いしましょう。はい。ね、今日は本当にお昼間たくさんの方にご参加いただいて本当にありがとうございます。またYouTube も投稿していきますのでぜひ楽しみにしていてください。はい。今日はご参加ありがとうございました。